シャス、田中です。今回はテラスのチームデスマッチ。はい、テラスといえばテラスハウスですね。いいですね。一軒家にみんなで住んで、なんかね、ごちゃごちゃするんですか？いいね。なんか、そういうことね。もう、確かに、僕は、でも人の、なんだろう、近くに、こう壁の薄い部屋にね、横に人がいたらなんか、どん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 、なんだあの人は、ダダダダダダみたいな。なんだあの人ってなっちゃうからやっぱやめときますね。一軒家ならなおさらでしょ。そんなね、そんな、例えば、寝室や他の部屋なんてね、別にそこまで防音気配ってるような人はいないでしょ。部屋があるかないかとか、部屋の形だとか、間取りだとか。そんなもんなんでね、僕の場合、ダダダダダ、ビュン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 って、こんなことやってたら、あいつおかしいんじゃねえのみたいな。しかも一日何時からやってんのあれみたいな。しかも独り言言いながらやってるよ、みたいな。なあ、やめようやめよう。はいはい、やめやめ。どうせ俺はな、一軒家に住んだいかん人間ですよ。一軒家はでも住みたいな。一軒家はいいんだ。壁の薄いとか、共同生活的なあれは向いてないですね、多分。協調性はあると思うんですけど、僕の趣味がいかんせん、その人によりけりなんで、ね。本当に。よしよし。なんかいるぞ。ああ、いるのはわかる。来た。今回ね、青いレーザーでしょ？前回は確かね、赤いレーザーだったと思うんですけど、2種類配布されてるんですよ。追加コンテンツの銃としてね。どこじゃどこじゃ。ハップね。あ、ダメ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 。リロードはいらないよ。リロードクソ長いんだから、これはね。ね。あー、狙われてる。2人かい、しかも。ちょっと運悪い、運悪い。そんな、しかも、自分狙ってた方はスナイパーさんだったっていうね。そう、どうせならね、SMG さんの方狙いたかったけど。でもあれって、キャノンがスポンサーじゃないですか。だからなんか、すごいいいカメラ使ってるらしいですね。その録音じゃないけど、収録に。いいですよね、いいカメラ。僕もね、カメラが欲しいんですけどね、なかなかね、興奮ギリがつかなくてね、まだ変えてないんですよね。ぜひ変えたらね、またレビューすると思うんですけど、ね、今は、どんな時期でしょうかね、カメラまだ、まあ、買ったことないんでね、やっぱり、皆さんカメラとかって興味ありますかね？まあでも、iPhone でいいやっていう風な人は iPhone なんでしょうね、やっぱり。僕も iPhone でいいやって思ってたんですけど、iPhone のやつってね、iPhone で見ると別にそこまでなんかあれはないんですけど、なんかパソコンで見るとね、なんだこれみたいになるんですよ。ねえ、パソコンで見ちゃうとね、ちょっとあれなんで、ちょっと、ねえ、僕はライブ行くじゃないですか。その時のね、遠征した時の記念写真や、記念動画だったり、そういうライブのね、会場はこんな雰囲気だったよ、みたいな。夏で暑かったよ、みたいな。行列だったよ、みたいなね。そういうとこが撮りたいわけです。思い出として。それでね、今カメラをね、ちょっと検討しております。いやー、買うんでしたらね、まあキヤノンの話をしたんですけど、僕はニコンのカメラが欲しいんですね。キヤノンのカメラはお高い。高いんですね。同じような性能のね、カメラでも2万円ぐらい違うんで、さすがにちょっと、2万円は、でかいかなみたいなこと思ってね、僕は、あれですけど。でもカメラにはまる人ってなんか、カメラのその個体じゃなくて、レンズの方でね、なんか沼にはまっちゃうらしいですよ。なんかさっきからリスキルばっかなんだけど、ちょっと待ってよ。やめてー、ほんと。待って待って待って、またリス、危ないよ、ほんと。これ2人までなんだから、ヒートシンクつけたらもうちょっといけるけど。おお、なになに？何その動き。何今の、ピュッピュッって。あー、リンクス！うわ、すげえ、マニアックな武器使ってる。いいですね。あ、リンクス使いの人がやられてしまった。まあ自分の武器もね、なかなか使ってる人は見ない武器なんですけども。これ多分みんな、
多分配信されたらね、多分みんなこぞって使うと思うんですけどね、そんな過度な期待はしない方がいいですよ。バルと同じ性能なわけがないですから、バルの方が上ですからね、性能は。そこをはっきりさせてみますね。普通ですよ、これ。物好きが使うような、そういう感じで見てくれても構わないですね。AE4 ができることは、どの銃でも大体できるみたいな。バルにできないことはないって感じですからね。しょうがないですね、この作品は。バル大好きなんで。こういう風にすぐオーバーヒートしちゃうんでね。その複数人相手が苦手になっちゃうんですよ。それと自分のエイム力がすごい必要になってきて、やっぱり複数人と戦うときはね、絶対外しちゃいけないし、こうやって単品のときもレートが遅いんでねえ、扱いだから難しいですよこれ。すぐ手のひら返しちゃうねこの前強い強いとか言ってきながら、まあ使えば分かるんですよね、やっぱり。こんなにでも使用感変わると思ってませんでしたけど。あ、終わり？あ、危なかったね。というわけで今回はこんな感じでサクッと終わりましたけど、うん、これね、ほんとね、いいのかって聞かれると、うーんですね、うーんですよ。まあ成績もうーんだし、そんな感じですよ。はい、あんまり過度な期待はしないでくださいね。それよりもゾンビ、ゾンビ来たらこっちさすがにねやりますよ。なんかがなんとか頑張ってやりますんで、ゾンビが来るまでね、ちょっとお預けですね。はい、というわけでこんな感じで終わりたいと思います。それでは次回もかかってこーい。